あとその3秒ぐらい前かなに2期生の3人お三方が踊ってるシーンがあって、この MV 結構表情も細かく指示されてて、でミオナさんが笑顔で出てきてから急に真顔になるところの表情の切り替えがすごいので、そこもちょっと注目してみてほしいなって。笑顔から真顔、それは笑顔から真顔っていう指示が出てありましたけど、あの私以外の2人が全然できていなくて誰と誰、あこの2人、いやでも違います、あのミオナが真ん中から出てくるんですよ。ああ、はあ、それで私たちは見てる笑顔って言われてなくない？笑顔でやってからの移動する時に真顔なんですよ。ああ、なんかやってやって、そう急に真顔になるなるほど、はいはい、私はもう完全に余韻、うん、笑顔が残ってるね、残っちゃってる感じ、うん、あ本当はやんなきゃいけないからできてなかった、難しいよね、まあ、堀江の本当にスイッチの切り替えがすごくて、うん、だって堀っていつも結構スタジオでも笑顔から真顔ってやってるそうなんです、得意だもんな、得意というかもうそれは習慣、なんかその、うんうん、オンオフがすごいはっきりしてるので大島渚さんみたいなちょっと待って、じゃあ新内はどうなの、新内はあのちゃんとこう演出もつきましたし、うんうん、あの本当に何回もやったんですけど彼女のお芝居が曖昧だったっていうボロクソ言われてんじゃないか新内、じゃあ堀野は完璧なんだ、でも結構その指示のことまでファンの方知らないので、うん、私が結構もうやっちゃってる人みたいな、なるほどねじゃあ2人がパチッと合わせてくれてたらあれだけど、実は正解ですっていうのをそっかそっかここで強く言いたいわけだ、はい、難しいよね、見たい、なるほどね、それでは細かいところを見逃さないようにご覧ください、これかここですね、これか、